資金ショートすごいね。ショート。なんでこんなことを言われなきゃいけないんだろうっていうふうに思ったことは当然ね、ありますけど、子供じゃねえんだよっていう話なんだよ。経営者が引き返せないレベルまで行って、でその時にパンク今回みたいにしそうになったら、こいつ多分自殺するんだよ。三笠ラーメンの認知を広げて、北海道三笠市の地域活性の一角を担いたい。7月8月の売り上げを達成できたら、ちゃんと僕が融資するっていうのはどうですか。条件付きオールということで拍手だけお願いします。僕のは辛味噌です。久しぶりだな。皆さん絶対北海道来たら、ね、作る、絶対来る、間違いない。あの時の感覚は間違いなかった。めっちゃうまい。春に向けて三笠を再スタートさせるために、そっちを札幌に負けない売り上げのお店にして、今年の末にはまた3店舗目を開けれる準備に入れるぐらいまでちょっと成長できたらいいなというふうに思ってます。どういうこと。どうしたんですか、何やったんですか。いや今田中君と連絡してるんですけど、電話してるんですけど、はい、なんか資金ショートするのね。ショート。札幌店オープンしたのがいつ。4日です。あ、1月4日にオープンして、で今2月3日じゃん、はい、1ヶ月経ったじゃん、はい、札幌店が今売り上げいくらだったの。80万。はい、え、初月ボーナスで80万しか売れてないの。なんでそんな低いの。味の問題だったのかなと思って。三笠と味は変わってなかったんですけど、うん、あのこの前豊島屋社長が来てくださった時に、うん、味を変えないといけないとかっていうところでいろいろご指摘いただいて、うん、まあ、改善してからあの、まあ、飲み干す率であったりそういったものは上がっているので、1月の20日ぐらいまでの間、まあ、その前の味で行ってたので、それもリピートにはつながってなかったのかなと、うん、あとは広告関係がインターネットの方を結構使ってたんですけど、三笠の時のファン層は来てくださったんですが、まあ、新規のお客さんが結果的にチラシの方が効果的だった。何を喋ってんのよ。賞賛があったから札幌のその場所に出したんじゃない。なんかさ、めっちゃ急いでなかった。なんか早くオープンしたいですみたいな。不動産屋さんにめっちゃせかしてたよ。三笠の物件自体が雪の影響で札幌を開けないかなっていう部分と、あとはクラファンでオールインになってたので、そこも含めてオープンしないといけないなと思って。クラファン結局どれぐらい集まった。30万円ぐらいです。で自己資金もちゃんとあって始めたんじゃないの。220万ぐらいあった状態だった、うん、で回転でいくら使ったの。回転で150ぐらい。どれぐらい赤字だったの。80万円の売り上げで30万円です。ああ、じゃあ110万円必要なのね、損益分岐が。じゃあ40万円残ってるじゃん。今日1日も来ないってこと。お客さん今日が37名ってことで39,000円か、うん、まあ4万近くあるし、毎日それが続いたら120万にはなるんじゃない。札幌自体は多分立て直せるというか、じわじわちゃんと伸びてくるとは思います。基地にやってれば、はいはい、それでただ三笠の方を回していきたいなって思ってる中で、まあ、物件自体はもう仮押さえしてくれてるんですけど、うん、オープンにあたる費用が合計で120万円ぐらい必要で、ここがちょっと足りないっていう。え、ごめん、何に120万必要。物件のを借りるのと。え、あれ前の場所でやるんじゃない。前の場所が立地的にもちょっと厳しいっていう話があったので、大通り沿いの物件に移動してオープンしようと思ってるんですよね。え、なんで。すごい手広くやるやん、資金ないのに。
で、それで今どういう状況なの？まず三笠移動したところで言うと、居酒屋だった場所、そこに移動するってことで、三笠の店舗は夜やってなかった、やれなかったんですよね。お客さんが毎日1名2名ぐらいしか来なかったので、昼ラーメン夜居酒屋の形式でやろうと思ってます。そこは居抜きなのでほぼ物はある、ただ物件を取るところと最初の運転資金がちょっと足りないっていうことで、うん、なるほど、現在の状況です。え資金が足りないのになんでそんなにいろいろやってるの？すごいな。融資のお金が出るのが3月なので120万円になるんですけど、うん、そこをお貸しいただけないかな。出た、なんかいろいろ甘くない？大丈夫？札幌についてはじわじわ増えるかなって感じで、まあ、4月に黒字化することを目標に今。いや、だったらもうちょっと資金に余裕があった方が良かったんじゃないの？札幌に店出す。札幌は本当は1月から黒のつもりで動いてたんですけど、今月の予測はトントンですね。資金ショートになっちゃうと、給与払いまではいけると思うんですけど、支払いしきると売り上げを回していくような感じ。すぐに出すよとは言えないね。なんか俺も考えたいな。ちょっと会議あるんで一旦切ります。はい、お疲れ。ありがとうございます。はい。いやこういうのはちょっと俺嫌なんですよね。ギャンブルとか遊びに金貸してくれっていう人は僕貸すんですよ。あ、そうなんですね。はい。でも仕事で金貸してくれってやつはろくでもねえっつって。あ、ギャンブルってまあ基本的に余裕があるじゃないですか、はい、本業があってギャンブルだからね、はい、本業の方でってなるやつは大体人生詰まってるっていう、後がないっていう、ね、そうそうそう。この貸し方は一番アウトな、そのセオリーに乗っとるとね。今の話聞きました？はい。三笠の移転とか聞いてないんだけど、やばくないですかあいつ。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日休業出ましたし、いえいえ、はい、あの先日、はい、事務所で、はい、急遽電話が来た、三笠の、いやー、うん、そうっすね。だいぶこう思わしくない状況で、うん、はい、さもう、まあ、厳しいこと言うしかなかったかなっていう。いや、そうっすね、うん、まあ LINE に、LINE でかなり厳しいこと言いました、ね、あ、そうですか、はい、まず第一に、俺は君の簡単に審査通す金融機関の出資者ではないっつって、第2に経営者としての危機管理、運転資金の注意力、楽観しすぎない、予測がひどい、まあ、これマジでここが結構一番ちょっとえって感じでしたね。余力が1ヶ月分しかなくて、それで札幌店をオープンして、で並びに三笠店も移転とか僕聞いてなかったんだよね。何そのなんか手広げ方みたいな。困ってるんで貸してくださいって言われた後にこっちにリターンがないんですよ。それも提示しないで何なんだよっていう話が、で利子をつけないといけないぐらいでしか考えてないんでこいつ。それプラスあの島屋のチャンネルに出てるのを見たんですけど、ボロカス言われたじゃないですか、いつまでも令和の虎にすがってる、うん、本当その通りだと思ってて、まあ基本的に全部すがってる感じするんですよ。志願者の人も含めてね、令和の虎って、まあ、虎も含めてですね、なんかその虎でいることに満足してる虎って多分つまんないんですよ。虎レベルをどん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 超えていかなきゃいけないっていうか、過去の栄光じゃないですか言うて。虎になりましたって言ったらもう過去なんですよ僕からしたら。だから次は虎よりすごい人にならなきゃっていう思いがあるんだけど、田中君の場合は令和の虎に出て出資してもらいましたがずっと引きずられてるんですよ。それがなんか納得いかないなみたいな。先週ですね、札幌に行ってきまして、はいはい、ちょっとあの、うん、田中君のところに行きまして、おある程度は連絡取り合ってると思うんですけど、うん、まあ、改めて気持ちちょっと聞いてきて、分かりました、はい、ちょっと見てもらっていいですか。はい、あの後連絡みたいなことはあったんですか？融資をするかしないかという答えとその理由についての LINE をいただきました。今回についてはなしですっていうところで、まあ、理由としてはあの僕の、経営判断であったり
いうところも含めて、現状札幌が空いて1ヶ月の状況でこれだけ苦しい状態に陥ってしまったっていうのが、あのリスク管理ができていないんじゃないのっていうところで、まあ、そういう状況の人に対しての、まあ、融資っていうのはなかなか違うんじゃないかなっていうところでお話しました。札幌店の売上っていう形で言えば、見込みと実際を狙うとどう違うんですか？70% ぐらいですね、見込みに対して。金額でいくら違うんですか？50万円ぐらいですね、今日ぐらい、うん、経営者としては完全に甘いなっていう数字の張り方をしていたと思います。桑田さんからメッセージあったと思うんですけど、率直にどう思いました？まあ、実際に自分の事業としてきつくなった時に、まあ、経営者としての判断が甘かったなっていうのを実感してたので、桑田社長の言葉を受けてそれがより一層身に染みて感じました。やっぱ地元のゼロベースのお客さんをいかに入れてリピートしてもらえるようなお店にしていくのかっていうのが重要だったのに、まあ、広告についても、まあ最初インスタと、まあ、Facebook というもう知ってる人への周知しかなかった。SNS も確かに強いんですけど、それ以上に地元住民の方に知ってもらうためのきっかけとして、やっぱチラシとかの盛り込みっていうのは必要だったし、そこに盛り込みはやってなかったですか？やってなかったです。マヤさんは結果は何て言うんですか？端的に言うと、端的に言うと、素人ですね。あの、まあ、味についても、まあ、広告というか表の見せ方についても売れない店のやり方だよねっていうことを言われました。今回島田社長が来てくださっていろいろと教えてくださって、そこについては本当に感謝して、だからこそ味も変えつつ自分なりのオリジナリティは出しつつということで改善はしたと思ってます。納得してんのかなと思って、味を変えること自体、だって今まで自分で作ってきたラーメンの味じゃない、その職人じゃないですか、ラーメン屋さん、シェフとかって、その気持ちをちょっと知りたいなと思ったんですけど、うん、悔しいし、言われた瞬間は本当になんでこんなことを言われなきゃいけないんだろうっていうふうに思ったことは当然ね、ありますけど、まあ、ラーメンだけじゃなくて今まであらゆるジャンルで、まあ、寿司でも1万円とかのコースとかも作ってきて自分一人でもやってきてる中で、素人レベルとかっていう言葉については素直に飲み込めきれはしなかったです。で、味を変えること自体もすごい抵抗はありました。悔しかったけど、自分も別にまだ25なんで、まだ柔軟に変えながらより多くの人が満足できるものを作っていきたいと思って、最初は抵抗ありましたけど、今回これじゃあ桑田さんがいや難しいと融資追加できないってなった場合はどうするんですか？どう動いていくんですか？何としても三笠の方は開けないといけないので、個人のローンで一旦都合をつけれないかっていうことで、今あの知り合いの信金さんだったり銀行さんに連絡をして、個人ローンだったらいけるかもっていう。これもダメだったらどうなるんですか？これがダメだった場合は、まあ、当然給与は支払います。ただ札幌店の支払いをちょっと遅らせてもらいます。浅いの気持ちみたいなことをしてもらいます。純粋に自分の努力だったり自分のやり方が単純に甘かったっていうことを認識して、桑田社長に会った時にちゃんとこう成り立ってるんだよっていう状態で、まあ、札幌についてはまた時間はかかると思うんですけど、伸びてきて今こういう状況ですっていう実績値を、ね、桑田社長に伝えられたら嬉しいなと思います。伝わってましたね。まあ、あの本当に多分僕も何もする気なかったんで、彼が自立してないなって思ったからこそ、まあここは彼が何とかすべき場面なんですよ。すぐに手借りれるみたいな
子供じゃねえんだよっていう話なんで、経営者がいざとなった時は助けてくださいね、だったらそれ僕の店じゃないですか。虎の子っていうのも良くないと思うんだよな、子じゃねえしみたいな。まあ、僕のお店とかグループとかもそうなんですけど、コーチングでもう子ってやめねってなんか下の子とか言うんですよ。下の子じゃねえだろうね、そういう扱いをする時点でちょっとおかしいと思って、虎の子もやめた方がいいな。子供じゃんこれ、今回の件は。うん、お金ってやっぱりなんか良くも悪くも人間関係壊すと思うんですよ。今後ね、従業員が多くなっていけばいくほど引き返せないレベルまで行って、でその時にパンク今回みたいにしそうになったらこいつ多分自殺するんで、そういう意味でも今のうちにがっつりあの付き合わせておくべきだなという僕の判断ですね。今2店舗になってることもちょっと僕は不安なんですよ。だって1店舗が成り立ってないうちになぜこの人は2店舗やってんだろうなっていう話じゃないですか。しかも三笠と札幌遠いし、田中君がこだわってる丼と従業員が出す丼一緒なのっていうのも分からないし、そこも不安ですよね。脇道にそれがちだと思うんですよ。店舗を増やすとか調味料を売るとかね、ちょっと違和感ありましてね、七味とか売るとか、いやなんでみたいな、あさーってやってたらダメよ商売は。人材育成もそうだし、あとなんかめっちゃ驚いたのが折り込みしてないとかやばくないですか。商売の基本だろっていうところもおざなりで、なんかその教えてくれないとかじゃなくて、いや本読めや、飲食店の立ち上げ方とかに載ってんだよ、俺ですら読んだことあるわ。なんか そういうなんか基礎をさ、もっとちゃんとしてくれ。店舗の主なんだったらちゃんとせいっていう話なので、彼がこのまま頑張ってくれるのは待ちたいと思いますね。